次なる公的種というのが現れるわけなんですけども、はいはい、それが誰かというと、はい、この人ですね。すタイガージェットシーン。ああ。つまり外国人が弱かったわけですよね。はい。あの、いわゆる新日本は呼べない。AWA とか。はい、A. W. A. のあの国際の方に捉えてるから、呼べない,と、はい。呼べない。した時に、このシンは無名でしたよね。全くの無名のインド人レスラーを呼んできて。はあ、で、猪木さんがいい試合をするんですよね。 俺、当時のタイガー・ジェット・シーンの試合改めて見ましたけどそ、はい、そんん、んななにい,いレスラーでででですすすかうう日本以外ではほとんど知られてないですね。そうですよね。よ、ええ、だからなんかそれ僕思ったのはあやっぱり猪木さんがいいレスラーに仕上げたんだなっていうか、うんうん、無名のタイガー・ジェット・シーンをこれだけの大物にという確かにそうですねでまた相性も良かったと思うんですよあの猪木さんもいまだにやっぱりあの目が大事なんだとああ戦う相手の目が大事だと。 今までの対戦相手で良かったですかって聞いたらやっぱりジェットシーンって言ってましたからあそうですか、えー、でも猪木さんとやってる時まだ若いんですよね、シンも。そうで、すすねね若いんですよ、ね、でシンもやっぱりこの今までのプロレスの一線を超えてくるというかあ<ー>、えー、例えば猪木さんがそのプライベートで新宿の伊勢丹で買い物しているところを襲いかかるというなるほどこれがその時の新聞記事なんです。よ確かどういうういこととなんだそ 事情聴取も行う。事情調査も行うね、はい。誰誰が答えたんですかね。やっぱシンが答えるんですか。あの時はシンマさんが詰められた。あ、そうそうですよね。えー、そうシンマさんの問題ですよね。はい、で被害届は出さなかったと聞いてます、ね。なるほどなるほど。えー、まあなるほど。でもそこも含めてプロレスの奥深さですね。そうなんですよ。つまりあの警察にこれは言うんじゃなくて、決着はリングの上でつけるんだっていう、うん。かっこいい。でもそれはでも当時はそんなのないから、うん。 熱狂ししたでしょうねひどいとだから俺スーパースター列伝の話ばっかで申し訳ないんですけど、はい、アントニオ猪木ンのあるじゃないですか「アブドーラザ・ブッチャーとタイガー・ジェットシン」はただのヒルじゃないと。はいうん 性格も悪すぎるって感じだねどんな付け足しなんだっていうちょっと似合うとそんなようなことが書いてあるんです本当にシンからの悪党だみたいないやまあでもねそれは大幅に間違ってはいないんですよね <laughs> なるほどやっぱりシンはその例えばこれ襲った時のこれ新聞記事なんですけど、はい、実際襲ってるとこの写真っていうのは一切残ってないんですよなるほどつまりカメラマン誰もいなかったえーはい、いないんですかいない あの、必ず東スポーさんとかがね、はい、なんか最近の選手が、あの、ご、なんかこう、修行すると。ね、山籠もりの時、なぜかいるじゃないですか。で <laughs> そう<だ> <laughs> そ、そういうんじゃない。ない、一切、この時の襲撃事件のことは残ってないんですよ。はそれが、でも、ちょっと生々しくていいです、ね。生々しいですね。はあ、面白い。そして、怒った猪木さんは、はい、真の腕を折るという。なるほど。これも、やっぱり、今までのプロレスにはなかった。うんうん、つまり、その制裁するにしても。うん カウント3を取るななら分かりますそれじゃ許さないとなるほど相手の腕までへし折るっていうのは、うん、もう力道山やジャイアント馬場がやってないことを猪木さんやったわけでですすよなるほどそういういことですね、はい、だからそれぐらいに逆に言うとテレビで映した時に腕とか折っちゃうと、はい、なんでちょっと猪木やりすぎじゃないかってなるじゃないですかでも芯がものすごいいいヒールだから、はい、それを思わせないっていう、うん、逆になまじつまんないヒールがやったらそれは逆に道場を引いちゃうじゃないですか。はい それだけ腕を折られてもしょうがないっていうぐらいの見事なタイガー・ジェットシンがヒールだったってことですよね、うんうん、そうなんですよね。 あそれがまたすごいわもう2人はだからその時をきっかけに何十回と対戦をしてるんですけども<ー>、まあ、あの73年の猪木真の映像っていうのは残ってないので、はい、ここでちょっと見ていただきたいのは1976年のタイガー・ジェット・シーンとアントニオ猪木の試合を見てもらいたいと思います、はい、これは結構猪木ともうジェット・シーンが何回かやり合っ,、ね、もうもうった後なんですけど、うん、でもね古さを感じないといとうか そのマンネリさを感じさせないタイガー・ジェットシーンの暴れっぷりがもう最高なの、うん、ねこの試合衝撃でした皆さん見てください<う>素晴らしかった。